無名戦士の墓、無名戦士の墓、ジョージアの無名戦士の墓は、首都トビリシ中心部のバケ公園にある、慰霊碑である。第二次世界大戦中、ソビエト連邦の赤軍で軍務につき、戦死した数十万人のジョージア兵士を追悼している。共和国のダイヤモンドジュビリーの一環として、ソビエト連邦共産党書記長のレオニード・ブレジネフと、 グルジアソビエト社会主義共和国のグルジア共産党第一初期のエドゥアルド・シェワルナゼにより正式に開かれた。1981年から1985年の間にグルジアの彫刻家ジョルジオ・チアウリが墓の周りに配置される彫刻を作成し、後の2009年に EN ・ゴリフ・フォートレスに移された。墓には永遠の炎があり、 戦没者とザライジングフィギュア・オブ・ザ・ゴッテ・スカリマが彫刻されている。墓は毎少時交代のジョージア国家警備隊のセレモニアルガードに警備されている。ジョージアの退役兵士と首都の住民が戦勝記念日のような記念日に墓に集まる。外国の指導者も首都の公式訪問中に墓に花輪を捧げている。レオニード・ブレジネフ、イギリスのマーガレット・サッチャー首相。 ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領といった高官が墓を訪問している。ありがとうございます。